はいどうも皆さんこんにちは、ピヨチキチャンネル、ぬんしのピヨタです。さあ今回もレミリアと3つのとやっていきましょう。前回第4ステージ目第3面4ステージ目クリアしたので、今回から第5ステージ目やっていきたいと思います。さあさっさとやっていきましょう。おっとですね、一応お知らせここで1個入れておきます。そのお知らせはですね、今現在レミリアと3つのとやっておりますが、次に実況するゲーム決まりました。次の毎日投稿シリーズはですね、レミリア落とし、フランのをやっていきたいと思います。レミリア落としの第4作目ですね。随分と鬼畜となっておりますねえ。いや、鬼畜となっておりますって言ってますが、僕はまだ初見でやってないんですけども、追加の新要素とかを見てたら、明らかに難易度が高いですよ。今のところですね、僕が、実況してきた、レミリア落とし、いずれも最終ステージ、まあ中盤あたりからですが、中盤から最終ステージにあたり、のあたりがですね、異常なレベルの鬼畜となっていることが多かったので、今回もそこのところはねやっておきますよ。頑張りますよ。それとですね、宣伝といってはなんですが、レミリア落としってですね、12000ソフトさんから出ておりますが、今のところレミリア落とし1、2、3、そして今回のフランの4ですね、それプラスですね、レミリア落としにはもう一つ28の難題というね、鬼畜ゲーム、鬼畜の方のステージを作るのが得意な12000ソフトさんがですね、さらに鬼畜度を追加した、そういうねエクストラステージをまとめたような感じのものも出ております。よければそちらの方もダウンロードしてやってみたらどうでしょうか。ちなみに僕は、第3ステージ目ぐらいで心が折れて、今のところアプリが眠っております。そのレベルできついです。本当にね難しかった。実況しようと思ってダウンロードはしたんですけども、実況どころじゃなかったですね。はい、ということで雑談は一旦おしまい。実況に戻りたいと思います。さっきから微妙なラグが入ったり、こっちの操作技術が下手だったり、いろんな要因がありますが、主な技術の下手さを棚に上げてますね。この上には巨大弾幕かけ1ですね。じゃあタイミングをうまいこと見計らって上がっていきましょう。この上には弾幕、なるほど。今じゃタイミングが一緒の感じなんで、ちょっとずらす感じでいきましょう。ずれましたね。上にいるとは聞いてないよ。まさかね、第4番目が一番嫌ですね。どうあがいたところで見えませんからね。そこは臨機応変にとか言われたって、状況によって無理なのもあるじゃないですか。そこが嫌なんですよね。臨機応変とか、もはや罪ポイントを臨機応変に対処しろとか言うね、それ鬼畜すぎだろっていう、そこんところがちょっと運ゲー要素ですよね。3つ目まではわかるんですよ。あ、積んだ。3つ目までは予測ができるので、まだプレイ技術とか上手ければ回避はできるはずなんですよ。ただし4番目はプレイ技術云々ではどうにもなりませんからね。そこは完全なる運ゲーと化してしまうので、そこが問題ですね。やっぱりね、アンチ作るのがいいですよね。もういいや、その話をするもうめんどくさくなってきた。ですね、安全地帯2つに1つとか3つに1つ作ってくれるだけでも十分難易度は下がっちゃいますが、
運ゲーっていう言い方がなくなるんじゃないかなと思います。言ったところで何もなりませんがね。1万2000ソフトさんに言ったところでっていうアプリを楽しませてもらっているだけでも十分ね、いいと思っているので、僕ができることは宣伝と目いっぱい楽しんで実況すること以上ですね。まあこの動画とかはまあね、再生数とかそんなこと、まあ一応実況者だからちょっとは気にはしますけども、あんなんかそこまで再生数うんぬんで言ったりすることもないですからね。再生数稼ぐんだったらモンストとかそこら辺の有名動画つ、有名なあのアプリゲーム使えば、あの今よりかは最低限伸びますからね。まあ、そういうことを気にせず楽しくやっていく、それが実況者として一番いいことなんじゃないでしょうかという謎の名言が飛び出たところで、まあね、戻りましょうよ話。うん、まあもともと何の話したか忘れたんですけど、がっつり、おっとっと、危ない、危ないことするな、しでかさないでくれよ。あ、やべ、これはまずい、危ない、危ねえちょっと今のはタイミング的に危険だった。なるほど、高速妖精が数多くいますね。まあ、数多くかっこ2人みたいな感じですけども、よいしょ、危ない、え、嘘、当たんの、てか本当になんかあの動画で撮っていたら見えてはいないかもしれませんが、えげつなくなんか重いです。まあ携帯の容量でしょうけど、もうなんか携帯の大半が個人で楽しむ用のものと実況用のもので埋まっちゃってますからね。それプラス動画をまあ加えていくとなると意外と容量食うんですよ。残りのやつはもうギガ切りましたし、笑えないですねま、撮った動画は即消ししてなんとか頑張っておりますよね。ここの動画うんぬんだったら、自分で投稿したのにもかかわらず自分で YouTube で確認をするしかないとかいうね、そんな感じでやっております。どんな感じだっていうね、言った自分でもわけわかんない、もうわけがわかんないっていうね。さあ、上を確認してゆっくり上がっていきましょうよ。 OK ですね。高速妖精弾幕、ちょっと今の配置はダメじゃないか、やめておくれよ。あなたは僕に何を求めているんだ、運しか求めてないではないか。危ない、もうちょいラグが解消されたりすればいいんですけどね。あとこっちの状況判断能力、まあお知らせも言えたし、いっか、これ以上何も求めることはないっすね。何も求めること、あー、まあありますか、ステージのクリアね。本当にね、最近はこういうグダグダプレイばっかりですいませんね。なんかもう撮る時間が固定になってきたんですよね。深夜帯とかいう、ちょっと一日中で喉が死んでいるのにもかかわらず撮るとかいうことをやるんで、毎回毎回喉が変なことになるんですよ。あー、なんとかしてこれかわせないのかな、かわす方法とかがあればいいんですけどね。状況判断能力が完璧に物言いますからね。しかもこれあのレミリアジャンプとは違って覚えゲーじゃないので、あのやりづらいんですよね。毎回妖精さんの配置とかがランダムになるじゃないですか、スピードも数も、もうそれがきついんですよ。そこさえなんとかなれば OK。
当たんの？結構ギリギリで狙ったつもりはあったけど、当たるとは思いませんでした。やばいな、状況判断能力が急せてる。これラスト挑戦です。ラスト挑戦、地味に難しい配置だし、たくもー危ない。ワンツースリーフォーファイブシックスセーブエイ、ワンツースリーフォーファイブ、もう言語になってないっすね。ということで、今回の動画はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。次回また明日投稿していくので、ご視聴よろしくお願いします。では、じゃあね。